にちは。30年って言ったら、もう生まれてないって言ったら、この中にはいるんじゃないかなって話をして、こんな長いこと、こんな一つのことをみんなでできて、これから先も40年、50年とみんなが集まったらいいなって話をしました。これからも、日本で一番かっこいいカープルに公認だっていうふうに思われるように、みんなで頑張っていきましょう。乾杯。まあ、これからまた反映させていきましょう。お願いします。